磨くならセンスを磨け、OB ディレクターの大藤でございます。はい、コミュニケーションディレクターの淳川辺でございます。うっちーです。久々に聞いた。久々に。お元気そうで何よりでございます。なかなか10、11、12ともう忙しいから。そうね、そう、もう年末だね。暮れだね。いや暮れですよ、ほんとに。終わりだよ、今年終わりね。もう見えてる、カメラ見えてる、見えてる。これ今今日ハロウィンですかね、一応。確かに一応この今日の撮影が、はい、ざわついてますよ、渋谷が。おじさん3人で、そう遅くまでお揃いのコーデで出勤して今日はもう丸かぶっちゃってね、本当に恥ずかしくなっちゃって。ちょっと脱いだ方がいいからと思って。そうそう、ね、脱いだ方がいいよ。脱いでもらう。何が恥ずかしいってだってさ、ハロウィンで2人ともいるんだって。そういうコスプレみたいな。トリックはトリートじゃないわ、このやつ。すげー脱いだもんね。いや、もう本当にそうそう、ちょっと恥ずかしいんだよね。スタバでね、しかもスタバで、スタバからね。まあ、スタートがスタバだったから。そう、しかもスタバからね。スタバからスタバから。そうそう、さすがですね。そういう感じでハロウィンは、はい、いい感じにスタートしました。そうね、はい。前回やったあのオンザヒルさんで購入した古着のコーディネート動画、はい、結構再生数も第1弾は、はい、結構回っておりまして、みんな見ていただいてる、はい、オンザヒルさんね。第2弾もやりますよっていうことだったんで、今回ちょっと第2弾やらせていただきたいなと、はい、前回ちょっと紹介しなかったリザーブメンバー、リザーブ、はい、リザーブメンバーで、いやいやいや、とか言ってもスーパーさん言うて買いましたからね。あなたたちはもうね、時期的にも本当に今まさにっていう時期のものを今回はちょっとチョイスして第2回目っていうので完結っていう感じかな、ね、はい、はい、古着のコーデっていうことなんで、うん、個人的に意識したのは古着で合わせようっていう、あ、オール T シャツだけちょっと、まあまあまあ、はい、OB の T シャツなんですけど、うん、それ以外は古着っていうので縛らせていただいてるっていう感じでございますんで、はい、全体的にちょっと黒っていうのが多かったコーデだったんでね、最近は、うん、ちょっと色物ということで、確かに僕もジュンさんも色物っていうのをチョイスしてるって感じですね、うん、色も着れるよ、幅あります。着てるけどね、普通に。まあまあまあ、着てるよね、全然着てると思う。でもなんか動画内で紹介してるのが黒ばっかりだから、まあ、モノトーンが多いですもんね、はい、あれだわね。でクローゼットもまあ黒が多いんだけど、気分でやっぱり色も着たくなるっちゃ着たくなるじゃないですか、うん、大人の色の使い方、いやいや、色の使い方ってなっちゃった。もう含めてちょっと紹介したいなと。はい、私から先にご紹介を、はい、私がですね購入したのはですね、このランズエンドのタグがこう分かる、見える、分かる、見える、ランズエンドのライナージャケットですね。中綿がこう入ったライナージャケットでございまして、珍しい、なかなか見ない、カラーがねちょっとヘチマっぽい感じの襟になっておりまして、ちょっと独特なライナージャケットでございます。これをですねどう着ようかなと思った時に、はい、プレゼントでいただいたカーハートのボアのベスト、おー懐かしいね。あ、みんなから、はい、そうなんですよ。何年前、あれは2年、2年ぐらい前かな。なるほど、はい、元年か。もともと僕それ着てたんですけど、あんまり状態が良くなかったんで新たに新調していただいたっていう感じなんですよ。プレゼント、うん、プレゼントでね、はい、ああなるほど、そうそうそう、はい、うん、カートのナイキーズかな、ボアのベストを中に仕込んで、インナー自体はもう T シャツ、帯の T シャツなんですけど、うんうん、レイヤードをちょっと見せたいなっていう感じでコーディネートを組ませていただいたと、うんうん、パンツに関しては LLB の80年代のチノなんですけど、うん、全体的にそのブラックとベージュ系、そういったカラーっていうのでまとめて、まとめて、はい、大事なのはやっぱりサイズ感だったりシルエットってところかなっていうふうに思うので、パンツはすごいこう太いっていうわけではなくて、ちょっとすっきりめでリラックスした感じの股上の深めの80年代のレレルビンのシノパンっていう、そういう感じでちょっと合わさせていただいていると。ポイントはやっぱりレイアウトっていう感じですね。中にそのダックのベストにこのナイロンの風合いっていうところが、生地のそのコントラストと色のコントラストっていうのを出すっていうところで、古着なんですけど古着古着した感じのコーディネートではないのかな、全くその感じはしませんでございました、はい、ありがとうございます。名前だけ聞いたらねもうゴリゴリだけど、ゴリゴリのアイテムが揃ってるけど、はい、それはやっぱこう綺麗にこう着る
っていう大人のコーデなんじゃないかなっていうところで、でシューズに関してはスーパースター珍しくね、アディダス最近ガゼルかとか履いてるんですけど、スーパースターもたまにこう履いたりしていて、グレーラインのスーパースターを履いてたんですけど、今回これジャーナルスタンダードのなんか別注エクスクルーシブの、そうなんですよ、普通のトゥーのカップの部分、本当はシェルなんだけど、そこもレザーになってるっていう。でなんかちょっとひんなりですか。そうですそうです、なんかね、はい、少しこうハイエンドな感じの、はいはいはい、そういうこう別注の組み方っていうのをしてるんで、なるほど、大人のそのコーデにはすごくこう相性がいいのかなっていうところで、そのスーパースターを持ってきたっていうコーディネートでございます。ちょっと見せようかな。スーパースターが紹介するスーパースターってことでしょ。いやそれはその前やったんですよ。あーやばかぶっちゃったな。うわーやっぱダメたー。やっぱりまだ被り物もあるからね、かぶったってこれ2回目です、しかもお持ちください。お持ちください。これはい、まあ本当におろしたてって感じなんですけど、ここそう、そこの部分がレーザーってこと。そう、普通はあのシェルでしょ、もっとだからきなりっぽいもん。そうだね、そう黄色が磨かるでしょ。そうです、これすごいクリーンなシェルだよね、はい、うん、歴史的な背景を感じつつ今の要素も取り入れられてるっていうので、気に入っております。すごいクリーンですね。ラストもなんかね80年代の今のこうスーパースターと違ってちょっとこう細めのすっきりした形になっております。ジャーナルスタンダードさん、はい、中とベリッチュ今も売ってる。売ってると思う、はい、まさに今売ってる、いいと思います、はい、っていう感じ。なるほど、でございます。でいいの、川辺サイドはオンザヒルさんでもうスタイリングで買わせてもらったん で、ね、そのまんまで来てます。動画も見ていただいた方は、あ、買ってたやつだと。トップスは FJ、 これゴルフメーカーですね。あのちょっとハイエンドなゴルフメーカーで、フットジョイっていうゴルフブランド、はい、まあ、ウェアブランドがあるんですけど、この FJ さんの90年代のアノラック、これね、よく見ていくとなんかね小技効いてんのよ、形もすごく今の気分だし、はい、あのね、やっぱこういうポケット、そういうところで隠しポケット何入れるんですか、まあ、ピンとか、あ、小物、はい、小物が入れれるこう隠しポケットがあったりとか、ピンクだ、そうなんです、ね、非常に、はい、ちょっと好きよね、男の、そういや男は、ね、袖口のスナップボタンがしっかり3つついてあって、大体ここ2つぐらいでしょ、確かに3つだったり、3つはちょっと内側にポケット、はい、あんまりないですね。ここのなんかゴムの使い方も上品ですね、これでしょ、はい、繊細でしょ、はい、すごい大人なというか、うん、まあまあゴルフウェアなんだけど、まあ、ちょっとストリートライフに着れるかなって、まあ、リアルにゴルフで使いたいなと思って、うん、はい、スポーツなスタイリングで、下はナイキの、これも90年代かな、ナイロンのシャカシャカパンツ、ジップ、うん、ラインがね、もうシルエットはもう申し分ないですね、うん、ちゃんと、ま、股紙とかそれもいいよね、ベルクロって、ベルクロでコード、もうすぐ着脱できますよと、まあ、それぞれ単品でもいいし、合わせるとちゃんとスポーティーな、まあ、ゴルフももちろんいけるし、あとはこれに小物をプラスしていくかで都会的なというかアウトドアな要素にもなるし、うん、もうそのままドンズバゴルフのウェアにも、そうですね、でもこれゴルフで紹介しても結局しょうがないから、でこれに1ピース中に足すとしたら、あのカジャのフーディー入れてるんですけど、はい、バックのこの、うんうんうん、アウトドアなスポーティーな、うん、ストリートな感じのね雰囲気がねグッと出たでしょ、全部入っちゃったね、フーディー入れることでストリート要素がグッと出て、グッと出てサイズ感もそういうサイズ感だからね、すごくいい、全部単品で単色だったんで、ラルフローレン色でちょっと刺して、はい、刺してキャップを刺して少し遊んだ、うん、で足元はちょっと珍しいスニーカーで、ナイキのあの80年代かな、復刻ベドウィンっていうモデルらしいんだけど、ネットで見つけて、はい、そしたら ある、まあ、ユニオンさんで売ってて、ユニオン東京に売ってて、はい、実物見たらすごい面白いスニーカーで、うん、まあ、なんかクラークスみたいなイメージ、形もいいし、ね、なんかで買ったんだけど、うん、クラークスみんな履いてるから、うん、そこで被んない、うん、クラークスみたいなスニーカー探してても、はいはい、ドンピシャあって、うん、一昨年に買ったんですけど、うん、まあ、それをそのままセットして、うん、本当に大人の、まあ、古着とは思えないようなアウトドアチックなっていうか、ねうんうん、普通にリアルにこなせる、うん、靴はやっぱ持ってこない、これは持ってこないですちょっとあの動画チェックしてみてください、意外とね、そう乗ってあるインスタでもね、あの問い合わせ多くて、うん、ちょっと動画よく見て、もしあの気になったら、あのでもあれがピコって出るでしょ、うん、そうだね、ピコって出る、少しキャラップ、はい、にしてみてください、
なんか共通してちょっと意識してることといえば、古着古着したコーデではないってことですね。それは本当にその通りですね。大人のやっぱり古着を着るっていうポイントはここにあるのかもしれないですね、うん、古着したコーデじゃない、そういう使い方じゃないっていうところが大きなポイントなのかもしれないですね。そうですね、その目線でいつも古着をチョイスするときは買ってますね、うん、実際にそのオンザヒルさんのそのお店自体もそうじゃないですか。基本的に古着古着って感じじゃないね、うん、セレクトショップっていう感じ、ね、そういうところがなんかこう皆さんにぜひ参考にしていただきたいと、ね、はい、いうことでございます、はい、今回はですね、オンザヒルさんで購入した古着、はい、コーデ2000をご紹介させていただきました、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。お願いします。それではセンスがあれば何でもできるよ。オンザヒル、古着とは思えない古着。